ろいろね思い出すと思うんですけど、まあ、特にね皆さんの好きな秋はね多分食欲の秋だと思います。まあ、そんなね季節にぴったりなイベントの方をご用意いたしました。こちらの食欲の秋がっつり潜水球児です。登場したのは、まあ、大阪出身のなにわの潜水士三宅飼育員になります。はい、私はね小樽生まれ小樽育ちの若宮と申します。皆さんよろしくお願いします。はい、それではスタートしたいと思います。はい、早速ねもう餌の匂いを嗅ぎつけて、まあ、いろんな、まあ、エイが近づいてね、エイヤもそれも近づいてくると思いますね。まだら模様で泳ぐとき、まあ、羽を羽ばたいているようにね泳ぐことからもそういう名前が付けられています。はい、まずねこれイカナゴという魚を与えたいと思います。さあどうでしょうか、食いついてきますか、ね、まずね一匹使って、それからねエイトやサメの、まあ、見分け方の、まあ、説明をちょっとしたいと思うんですけど、まあ、エイとサメというのは、ね、基本的に軟骨魚類といいます、ね、普通の魚とはまあちょっと違う魚になります。骨の、ね、柔らかい魚になります。で、ね、見分け方は、まあ、エラを見るとすぐ分かると思いますね。普通の魚っていうのは、ね、エラ蓋で覆われてるんですけど、サメやエイっていうのは、ね、エラのところに穴がたくさん開いてます。そこを見ると、ね、サメかエイサメじゃないかって、ね、すぐに分かります。はい、このように、ね、食いついてきてますね。本当にね、中がつまじくね、見えるんですけど、実はね、まあ、先日おでこをかじられた飼育員もいますね。だからね、これ、じゃれ合ってるっていうよりは、まあ、食べられかけてると言った方がね、まあ、正しいかもしれませんね。はい、どんどんね、まあ、サメっていうのは、ね、そんなに少ないんでね、大体ね、400種類以上いるサメの中で10種類程度しかいません。で、カメの太郎もね、近づいてきてますね。もうね、もういろんなもう絵が近づいてきてね、もうおみくじゃ状態です。はい、ちょっとね、顔を見てください。ね、可愛らしいちょっと顔をしてますね。でもね、皆さんね、あそこ目に見えるとこね、実際は鼻なんですね。目はね、体の上の方にね、背中側にあります。スペシャルメニューのホタテです。これ小樽産のホタテになります。で、実はね、マダラゾビエ殻を割って赤身だけを食べます。ちょっと見てみます。塩にね、中身だけ食べます。さあ、食べてくれるか、ね。まあ、前回やった時ね、なかなか食べてくれなかったんですけど、今日はね、食べてくれる。はい、皆さんね、拍手する準備しておいた方がいいと思いますよ。どうでしょうか、食べない、ちょっとね、食いついてはいるんですけど、実際食べてるから、ね、ちょっと俺にもくれてね、他のエイも寄ってきてますけど、見事に、ミディアさん来てきたんですよね。中身はしっかりなくなってますね。バラットメイド歯っていうのはね、すりつぶすタイプの歯になってますので、